困ったな。ラブレターなんてどうやって書けばいいんだ。片岡修二様、突然お手紙してしまって申し訳ありません。さぞ驚かれたことと思います。私はこの春成城学園に入学した1年2組の武田千夜と言います。放課後弓道部で修二先輩が矢を射るお姿を拝見して、素敵な人だなと思い好きになってしまいました。なんか堅苦しい気がする。修二先輩へ、こんにちは。初めてお手紙しちゃいます。私は武田千夜、1年2組出席番号11番蟹座 B 型の女の子です。友達には千夜とかちーちゃんとか呼ばれてます。唐突ですけど先輩のこと好きになっちゃいました。キャッ、恥ずかしい。これは僕の方が恥ずかしいぞ。それにすっごく頭悪そう。そもそも武田さんの好きな人って。千夜の好きな人は片岡修二先輩といって弓道部の3年生なんです。弓道部の練習場でお姿をお見かけした時、思わず立ち止まって息を飲んじゃいました。修二先輩は弓矢をキューッと引き絞っていらして、すごく真剣な目で的をご覧になってました。修二先輩がいた矢が的の真ん中にズバンって突き刺さった時、私自分の心臓も一緒に打ち抜かれたかと思っちゃいました。それでね、修二先輩はその後ものすごく子供っぽくニコーって笑ったんです。もう今まで見た笑顔の中で一番素敵な笑顔でした。それから修二先輩のこと好きになっちゃったんです。矢をいる時はすっごく真剣なのに、普段はお顔に似合わずひょうきんでふざけてばかりで、よく部活のみんなを笑わせてました。胸の中がどんどん修二先輩でいっぱいになっていっちゃったんです。まあその武田さんがどれだけ修二先輩のことが好きか、最低限それだけはきちんと修二先輩に伝えなくちゃな。武田さん、はい、これ昼休みにささっと書いたやつだから出来は保証しないけど。わー、ありがとうございます。さすが文芸部のエースさんです。それほどでも。読んでもいいですか。あー、ダメダメ、ここで読むのはダメ。わかりました。じゃあ私失礼しますね。急いで家に帰って木の葉先輩に書いていただいたお手紙を清書します。お世話になりました。読みたかったな、木の葉くんが本当は3日もかけて書き上げたラブレター。なぜそれを。ダメですよ、東子先輩に渡したらちょっとお味見とか言って全部食べちゃうから。もう私そこまで食いしん坊じゃありません。でもいいな、ラブレター、きっと甘くてくすぐったくて幸せな味がするんだろうな。ねえ、世界で一番おいしい物語って何だと思う、木の葉くん。さあ、私は大好きな人が一生懸命書いてくれたラブレターだと思うわ。だってそれはこの世にたった一通しかない自分だけの大事な宝物だもの。あ、でもそうしたらあんまり大切すぎて食べられなくなっちゃうかも。困ったわ。この世で一番のごちそうを目の前にしながら食べられないなんて。ねえ、ありえませんって。一晩持たずに胃の中に入れちゃう方に夏目漱石全集かけてもいいです。はあ、ひどい、ひどいんだ。すみません、木の葉先輩いらっしゃいますか。武田さん。木の葉って井上、あの子誰。かわいいじゃん。武田さんこっち来て。はい。何？木の葉先輩に書いていただいたあのお手紙、今朝通学路で待ち伏せして修二先輩に渡したんです。え、本当？それでその場は走って逃げちゃったんですけど、さっきお昼休みにドキドキしながら弓道部に行ってみたら、修二先輩手紙ありがとう、とっても嬉しかったよって言ってくださいました。まずは先輩後輩として気楽に話してみようって。
よかったじゃないか。はい、全部木の葉先輩のおかげです。さすがあだたら恋の文学コンクール最終選考です。あ、昼休みにささっと書いた手紙なんだけどね。いえいえ、修二先輩、手紙を読んで気持ちが和んで元気が出たそうです。だから私、これから毎日お手紙しますって約束しちゃいました。え？毎日？お昼休みにささっと手紙をかけちゃう木の葉先輩なら全然問題なしですよね。じゃあよろしくです。翌日から武田さんは1時間目が終わると僕のクラスへ走ってくるようになった。僕はちょっぴり引きつりつつ笑顔で手紙を書いては渡すことになった。